いや俺興奮してんのよ。もうね、俺にとってこれから行く場所はブーツの聖地だからね。で、もうブーツって何個あってもまだ欲しいから、今日もちょっとね、欲しいブーツを物色しに行きますよ、レッドウィング。いや楽しみなのよね。もう今日も当然レッドウィングなんですけども、俺エンジニアいっぱい持ってるから、ちょっとエンジニア以外のねレッドウィングもちょっといろいろ掘ってみようかなと思うんでね、早速お店に行こうと思いますんで行ってみましょう。よいっす。僕持ってます。あれペンキやったやつ。ペンキやったやつです。やっぱねこの辺りいいよね。いやいいんすよね、うん、僕そのグレーが欲しい。これかめちゃくちゃかっこいい。これかっこいいね、この色めちゃくちゃかっこいい。俺結構これスウェード系マーカーでいいからさ、うん、すげえちょっといいなと思っちゃった。俺確かに、うん、でもね革質的にはこれもいいのよ、このさ。いやそれ味ありますよね、カッパラクファンドタフっていうの、この夏のこうオイルが多くてさ、こういうふうにグッてやるとオイルが動くっていうかね、これすげえいいなと思って。モック2ってやっぱりさ、レッドウィングのイメージあるじゃん、うん、ね、うん、で俺も結構好きなんだけど、俺はやっぱねこれだったらこれがいいな。これほうほう、なんでですか。根っこつい珍しい、うん、あラグソール好きですか。ラグソール好き、うん、でやっぱり俺革ジャンに合わせることがあるから、はい、このトラクションとレッドソール白底すごくいいんだけど、うん、こっちの方がなんかさ足元革ジャン黒だからギュッと締まるような気がしない。ああなるほど、うん、ああそういうことか。履いた時にね、そうだからちょっとねこういうでごついのもいいから、やっぱライダースとのバランスっていうか、足にもっとボリュームが見える出るような感じするじゃん。これすげえいいなと思うんだよね。これね877、そう8インチのね877、うん、いやかっこいいっすよね。これかっこいいじゃん、もういわゆるのさ、うん、もうレッドウィングのイメージって感じない。そのハイトがいいっすよね。そうだけどさ、これのやっぱストイックなとこってさ、フックついてねえじゃん。だから一回履いちゃったらもうその日脱がない覚悟じゃないとこれさ、もうじゃあ飲み行こうぜっつって座敷っつってパスみたいななるじゃん。もう脱いでたらもう飲み終わっちゃうね。そうでさ、よくさ俺こう飲んで家に帰るじゃない、うん、そうするとなぜかいつもさ家の前で尿意を催すね、あもう家だっていうさ、こう安心感から、はいはい、その時にこれだともうどうしようもないもんねそうっていう土足でピッピッてこう行っちゃう時もあるけど、今さほらジッパーの、あそうっすよね、あれあるじゃん。ありますね。あれだったらいいよね。うん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 、うん、そうあれだとビーっていう風にできるから、うん、それだったらもう一回履きたいなと思ったのこれ、うん、これ系の変わって履いたその日ってもうピンピンじゃない、うん、ね、あだから今日下ろしたのねあの人みたいな、そういう風にさ見られるけど、これならまずそれないもんね。ああ確かにそうです、ね、うん、もう最初からこうなんつうの風合いがあるっていうかさ、うん、別に履き込まれたわけじゃないけど、こう革の表情がはっきりしてるから、はい、なんか当然どんどん味は出てくるけど、最初の日も恥ずかしくないっていうのはね、これはすごくいいなと思うわけよ。なんか革ジャンくったくたでブーツピンピンってさ、まあ、俺も当然ブーツを下ろす時ってそうなるけど、うん、すごくこうあれじゃん、なんかね、うん、あれどうしちゃったのみたいな感じになるじゃんバランスがね、バランスが。今日はねちょっとこの前エンジニアやったんで、この本当はだよ、じゃあどれ一番欲しいんですかってこれですって言ったら何にも面白くねえじゃんでももう本当にね、レッドウィングのエンジニアとすげえいいなと思うわけよ、うん、だもう王道にして定番にしてもう何にしてって分かんないけど、はいはい、もうこれさえ持ってればね、とりあえず何をエンジニア買っていいか分かんないなと思ったら最初は絶対レッドウィング買えばいいんですよ、うん、ね、そっからいろいろこうインディペンデント系のブランドだったり何だったりっていろいろあるじゃない、うん、
そういうところにねのモデルを買うっていうのもいいんだけど、やっぱりこの本当にあの俺にとってのエンジニアのスタンダードなのね、うんうん、でやっぱ気になるのがこっちよ、これおショートエンジニア、これね、まあ、配当が低い、めっちゃいいっすね、いいよね、うん、で特にこれスウェードだからさ、うんうん、ちょっとまたいいなと思うじゃん、確かに、で俺ほら今足元見て分かるハングロールってこのロールアップをここに引っ掛けてるでしょ、無造作感を演出できるっていうのかな、はいはいはい、で、はいはい、ぶっちゃけ本当に履くのも楽だしね、脱ぐのも楽だから、いいねこれ、あれだな、プルオン系が好きなんだな本当ですね、一回プルオンに慣れちゃうとこのレースアップがさなかなかね、うん、一手間増えるじゃない、うん、そもうね、若干めんどくせえなと思っちゃうんだけど、いやでもやっぱかっこいいからねこの辺で、アイアンレンジャーじゃんこれ、はい、これさそのキャップトゥー、うん、ね、このミネソタにあるあれだよね、鉱山、あそうなんですか、うん、のですよね、はい、うん、そうなんです、アイアンレンジという山、アイアンレンジあります、そこから由来になってます、へえ、そうなんです、これのキャップトゥーいいなと思って、うん、ねちょっとクラシカルじゃない、うん、でまたここ見てこのカット、これもかっこいいじゃん、キュッと上に上がってる、確かに確かにね、これすごいいいから知らなかった、でこれもさいろんな革があるわけよこうやって、うん、ね、あ これね、で俺ほらエンジニアとかって黒多いから、うん、やっぱりレースアップって茶を欲しいのよ、うんうんうん、茶系が、でこういう革もう全部茶だけど全部違うじゃん、うん、でやっぱ気になるのがこれをね、このスウェードをオイルでこう潰したやつ、うん、俺それ好きです、これかっこいいよね、めちゃくちゃかっこいい、うん、これはねちょっと履いてみたいな、男臭い感じ、男臭いよねこれ、うんうん、最高っすね、うん、これ結局でもライダースに合わせてもいいし、うん、A2 に合わせたってかっこいいと思うし、確かに確かに、そうフライトジャケットとかにもすごい相性いいと思う、これだって、うん、そうっすね、そうだから G1 とかにさ、うん、これってすごくかっこよくない、うん、ねちょっとねこれはねすげえ気になってる、これさ、いや俺見つけた、これエイジングサンプルだよ、こちらで3年ぐらい着用したもの、あこれ3年ぐらい、はい、3年ぐらい入ったものです、ただ、お手入れは正直ブラッシングのみです、あオイルもそんなに入れない、オイルもそんなに入れないです、本当に、いやそれでこうなるんですか、ブラッシングだけで、ブラッシングだけです、わかるかなこれね、つま先がすげえ光沢感が出てるの、あのねライトが当たるとわかるんだけど、あ本当だ、これかっこいいですね、めっちゃかっこいいですね、めちゃくちゃかっこいいね、ヴィンテージっぽいですね、ヴィンテージっぽいよね、これ古着屋さんにポンと置いてあっても、うん、なんか本当にヴィンテージかなと思っちゃう、うん、なんかほら別にねレッドウィングってライトニングとか読んでるアメカジの方だけじゃないから、うん、全然違うテイストのファッションの人、うん、で女性とかもいろいろこうファンが多いじゃない、うん、だそれってすごいなと思う、いやめちゃくちゃすごいですよ、ね、すごいことだと思うわけよ、うん、ね、だからなんかそういうのを見るとこの間口の深いんだけど間口はすごく広いじゃん、うん、ね、で一個だって買ったらさ流行に左右されないでずっと開けんだよこれ、確かにね、だって流行が去ってさ、うわあの人まだあれ履いてんのなんて言ったら、うん、あんな味出ないじゃん、ね、味が出る前にさよならすることだ、それじゃあまりにももったいないからね、うん、やっぱりこうずっと定番としてあり続けるっていうレッドウィングのあり方ってすごいなと、うん、いやまたちょっとこっちは雰囲気変わるよね、なんかちょっときれいめレッドウィングな感じじゃない、うん、これかっこいいっすね、かっこいい、だからさ俺チャッカってすごい物として好きなの、俺ぶっちゃけね履いたことないのチャッカだけどすごい格好よくない、靴としてなんか綺麗ですよね、すごい綺麗だと思うのよこれ、うん、わレッドウィングも綺麗っす、めっちゃ綺麗っすね、うん、すごい綺麗じゃない、なんかこういうのもいいなっていう、いいっすね、うん、なんかね例えばちょっとこう綺麗めなトラウザーにライダースにさ、うん、例えばボタンダウンにタイドアップとかっていう、そういうちょっとさ綺麗めな清掃ってあるじゃない、そういうのには絶対こういうのがいいな、確かに、当然これ仕事でねとか、うん、いわゆるもうちょっと綺麗な格好でいつもっていう人はもう普段使い全然してもらって全然ねバッチリだと思うんだけど、これはね物として憧れますね、うん、でポストマンとかね、うん、この辺もやっぱりちょっとこうなんて言うんだろう、俺がいきなりこういう靴を履くと、うん、あれどこ行っちゃったんですかって言われるかもしれないけど
何言ってんだよレッドウィングだよってだレッドウィングっていうことで俺もなんかこうなんて言うんだろう許されるみたいな、ま、そう許されるっていうか完全にそっち側に行ってしまったわけではないんだよ俺はっていうこともねこう心の保険みたいなもん確かに、うん、ああレッドウィングかってそうなりますもんねなる、うん、ねで俺がね気になってんのが、うん、この辺りのブラックスミスへね、もうスミスこのブラックスミスって鍛冶職人、うんうんうんね、っていうだからまあいわゆるなさオーセンティックなワークブーツよねー当然だから仕事でも履いて足をそういう熱だっていろいろ火のことが守ってるっていうのもあるけど、うんうん、普段使いの歩きにもすごいバッチリという感じ、はいはいはい、もうすごいこうなんて言うんだろう素直なっていうと言い方はいいけど、うんうん、ねちょっとうまくないかもしれないけどすごく綺麗でもう本当にスタンダードなワークブーツって感じない？確かに、うん、これでヒールもそんなにね高くないしっていうかっこいいよね、うん、好きですさっきのアイアンレンジャーみたいな雰囲気ありますね、うん、あるあるだから最近ちょっとあの系が俺気になってんだよなこれがそのカッパーラフ&タフっつって、はいはいはい、こうプルアップして昔ねこの革を使ったエンジニアレッドウィングのエンジニア俺履いてたんだけどすごくねやっぱり履き込むほどにねすごくいいエイジングっていうか面白いエイジングをするのよ、うん、分かるかなこれ指をクーってやるだけでほら白くなるでしょあ本当だ、うん、これそれだけオイルが多く含まれてるってことなんだけどねえこれあれこれはまた違うのこれこれいいですか。はい、大丈夫です。同じものです。はい、あ、同じものです。あ、マジ？これを履き込んだらこうなったの。履き込んだものですね。マジですか？ええー。4年ぐらい履いたものです。すごいですね、はい。で、オイルを入れてってるので、やっぱり元々の色よりも色は濃くなって、ちょっと照り感っていうのも。ですね。照りがちょっと増してますね。はい、すごい。別の靴みたいですね。これ全然俺だから違う空張りだと思うんですよ。あ、俺もそう思いました。うん。これはいいじゃんだってこれこうなるんだったらすげえ頑張って履き込みたくなるめちゃすごい、うん、めちゃかっこいいかっこいいねこれで、うん、シワの入り方もまたすごくないほらかっこいいやばこれあれだよねどんなスタイリングにも合うよね合うと思います、ね、これねこの形でこの雰囲気だったら、うん、ジーンズでもそうジーンズでもチノでも全然いいし、うん、当然軍版だっていいし、うん、いろいろ合わせられるじゃんこれいいなそれいいですねこれいいちょっと履いてみた革がいいいいねこれいやーちょっと面白いなでベックマンだよねこの辺はねやっぱすごくこれももうオーセンティックな形っていうか、うん、確かに、まあ、創業者の名前をねこういうふうにこう冠したっていうベックマン、うん、これ出た時衝撃だったこれはもうなんて言うんだろう本当にスタイルを選ばないこれこそスタイルを選ばない感じ、うん、革質も含めてねうん、うんなんでこれもいいよねだから本当になんていうんだ仕事でもこれだったら履いていけるっていう人もいるんじゃないかなという感じだよね、うん、いややっぱりちょっとレッドウィング奥受けな、これがねさっきちょっといろいろ見てきてレッドウィングをちょっと俺が気になったモデルを今ね揃えてもらいました俺のサイズで、うん、ちょっとねこれを一個ずつ履いて吟味してちょっとねこうゲットするブーツを探そうかなと思うんでちょっと履いてみようかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいっすねこれもうこっから見える景色が、はい初日のそれではないですね、はい、初日のそれではないです、うん、あなんか俺これ今まで結構履いてきた感、はい感じますねこれ特にすごいレザーも柔らかいので、うん、ちょっとこうレッドウィングのあれこんなに履きやすかったっけっていう感じがあるかもしれないですね、これ確かに、はい、いいっすね、いいっすねこれね久々のレースアップですげえ新鮮なんだけどよくないこれなんかねもう履き込んだ雰囲気がするもうなんか足に馴染んでる感じ最高ですこの平紐もいいですよねこの平らな、はい、なんかこれ雰囲気ありますよね、はい、ちょっとグッと雰囲気変わりますよね変わりますねいやだからねレースアップって靴ひも変えるだけで全然雰囲気変わるじゃないですか、はい、そうですねあれはねやっぱすげえいいなと思うんですよね遊べるっていうか、うん、特にこの平紐についてはワックスがコーティングされてるので、うんうん、この紐自体のエイジングも
感じれるのでもっと雰囲気良くなってきます。紐のエイジングも楽しめる、はい、すごい。いやこのブラックスミスってすごくこうもうスタンダードなワークブーツっていう感じなんで A2 にもすごく合うのよ。でこれねあのカッパーラフ&タフっていうまあオイルが多い革なんだけどすごいこのムラ感があるじゃない。これがこのデニムの色落ちとかにすげえマッチするような気がするわけ。これねおすすめです。これよく見ていただくと、うん、レッドウィング最近あんまり出してないんですけど、うん、脂肪革なんですよ片押しの。あ、本当だ、はい、片押しになってる。片押しになってます。あ、ちょっとそれ面白いですね、はい、脂肪革なんですね。そこ片押しだと思わなかったな。これいいな。この6インチのモックトゥって、まあ、白底あのトラクショントレッドソールのイメージが強いんだけどやっぱりこのラグソールにすると革ジャンとのマッチングがより一層良くなるような気がするわけ。ボリューム感があるんでライダースとかちょっとで、ね、ガチッとした革ジャンにも似合うんじゃないかなと思います。いいですねショートエンジニアっていうのもね、はい、ちょっとこうエンジニアブーツの、まあ、硬い感じ残しながら少し気楽に履いていただけるかなと思います。確かに、はい、いいですねこれ、いいですか。じゃあこちら履いちゃいます、はい、そのままに切っちゃいます。ちょっと引っ掛けちゃう。いやこれショートエンジニアなんだけどこのロールアップをねこれこう引っ掛けるハングロールもやりやすいしで歩きやすいよこれ。これはねやっぱりエンジニア好きの俺は持っとかなきゃいけないかもしれない。穴が多いもんねこれ多いですね。多いっすよね、まあ、それがゆえのかっこよさっていうのはやりますよ。やっぱりあるんですけどね、はい、ギア感強いっすよね。ギア感あるね。これレースどうしますか。一番上まで締めるかちょっとこう途中でこう、はい、こう巻く。あ、いやせっかくなんでちょっと一番上まで、はい、かしこまりました、はい、逃げ場のない一番上までやってもらっていいですか、はいはい、了解しました、うん、やっぱりいいですよね、うん、フィット感もやっぱりいいと思うんですよ。いやすごくいいです、はい、ちょっと気持ちいいぐらいだと思いますね、うん、この締め付け感、はい、ここ何年も味わってないですね、はい、これ、はいはい、やっぱここのこうレースアップがゆえの足首がすごく細く見えるんですよね、うん、あなるほど、はい、デニムのロールアップのちょっと幅広がった感じと、うん、この細い、うん、ここの差がすごく綺麗に。うわ確かに分かります、はい、こう見てってね、はい、うん、ジッパーつけたやつちょっと履いてみていいですか、はい、自分で履いてみます。よし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 。あ、やりますよ。やべすぐだ、すぐ履けた、うん、これはやっぱりいいっすね、はい、本当に便利です。すごく便利ですね、はい、これだったら座敷の飲み屋行けますね。行けます。急な尿意も大丈夫です。急な尿意もいけますね。いけます。うわーいいわこれ。やっぱりね877って超かっこいいのよ。ただ脱ぎ履きが超絶めんどくせんのよ。それやっぱりねこのジッパーがあったら俺履くね。これだったら本当に座敷の飲み屋怖くない。やっぱりねこうここのショップ、まあ、レッドウィンクさんのショップ来るとブーツだけじゃないんでね、うん、こういうメンテグッズだったりでこうシューレースでしょ、うん、でブーツってほらシューレース変えると雰囲気変わるじゃん。いやすっごく、うん、でこうメンテ、まあ、オイルだったり補色用の、ね、こうカラーだったりでインソールまで売ってるから、ね、まあ本当にこうブーツに必要なものは全部手に入るって言っても過言じゃないよね。であとこういうのね巾着
まあ、当然ブーツ入れるのもいいし靴入れたりするのもいいけどね、やっぱこう旅行の時とかに便利だからこう、うん、そういう身の回りのものをね、こうレッドウィングのさロゴが入ったものに変えるっていうのもなかなか面白いな、うん、でこれね、これ何ですかってさ聞いたのよ。ドーバーブラシっていうのかな、うん、こうなんていうんだろう、オイルをねこうピッてつけてこれでこうなじませるという。やっぱりこうショップにね来るってすごく楽しいじゃん。なんていうんだろう、このレッドウィングって相当歴史のあるねアメリカのブーツブランドだけど、その世界観がバーって広がってるから、ただブーツ買うだけじゃなくて、そのレッドウィングが紡いできた歴史とかストーリーを肌で感じられるっていうのはね、またなんていうんだろう、変な話通販で買うよりも愛着が湧くわけですよ。なるほど、うん。私ね、もう当然専門のねスタッフの方がいらっしゃるから、サイズ感、ブーツのサイズ感ってなんとかくわからない、うん、これきついのかな、こういうもんなのかなって、うん、そういうのをいろいろ相談できるっていうのはねすごくいいと思うんで、うん、やっぱりできればねこういう専門店というかね、こうレッドウィングを買うんだったらレッドウィングショップで買ってもらえるのが一番いいんじゃないかなと思いました。いやちょっと俺もねこれ撮影はもうこれで終わりますけども、この後俺ずっと悩むんで、うん、それはもうカメラ回さないでほっといてください。俺を一人にしてください。もうずっと何買うかをちょっとこれから悩もうと思いますんでね。いや本当今日はねお付き合いしていただいてありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。さようなら。いやこれ俺普段ね使ってるレッドウィングのエンジニアなんですけど、はい、ちょっとねこう日々の日頃のメンテ方法をちょっと教えていただいてもいいですか。はいはい、あ、かしこまりました。お願いします、はい、させていただきます、はいはい、こちらを、はい、メンテナンスさせていただきます。まずはちょっとベルトとかも一回取っちゃいましょう、はい、でブラシでしっかり全体をホコリを落としてください。あ、まずホコリを落としてですね、はい、コバとかもしっかり汚れを落としてください。あ、そうです。トラップのところ溜まってそうですね。案外汚いですね、俺のブーツ。意外と、あの、ホコリが溜まってたりします。で、ここでブラシで落ちきれない汚れを一度クリーナーを使っていただいて、ちょっと落としてあげます。はい、ただこういった傷のあるところはクリーナーついてしまうと色が濃くなってしまったりするので、そういったところは避けてちょっと手入れていただいてですね、もう全体をきれいにしていきます。なるほど、はい、で今回はつま先の方がこう写真出てるんですけれども、乾燥少ししてしまっているので、こちらのレザーコンディショナー使用してオイルを入れていきます。はい、オイルなんですね。オイルですね、はい、ちょっと、まあ、原理はもうこのちょっと見づらいですけど少しすくうぐらいまず取っていただいて、これをそのまま塗り込んでいただければと思います。塗っていただくと少しこう色が濃くなりますね。こちらだとこれはこれでかっこいいですね。はい、これはこれかっこいいです。少しこういった小刃のところもちょっと塗ってあげるとここも味が出てきますので、これメンテって大体どれぐらいの頻度でやるべきなんですか。はい、ただ1ヶ月に1度ぐらいは正直そこまでしなくても大丈夫です。測れる頻度にもよるんですけど 3,4 ヶ月に1回とか半年に1回とかでもしっかりオイル入れるのはそのぐらいで大丈夫ですね。なるほどですね。色を入れる、黒く補色をするというところで、はい、ちょっとそういった時にはこれね、かかとで脱いじゃうんですよ、はい、僕一番ダメなやつです、はい、すいません。これもライフスタイル出ますので、はい、素敵です。
こういった黒いクリームをもうつけちゃいます。で少し怖いと思うので少し端っこのあんまり気にならないところから塗り広げていただくといいと思います。あまり1回では乗り切らないので何度か重ね塗りしていただくといいですね。あ、じゃあこういうクリーム持っといた方が便利ですよね。はい、そうですね、1個あるとすごく便利ですね。だんだん黒になってきましたね、はい、で1回ではなかなか入っていかないのでちょっと根気強く、はい、何度かに分けて塗っていていただければと思います。最後にあの全体のオイルクリームを、から拭きして、まあ、服とかにつかないように仕上げていきます。全然綺麗になりました、はい、なんかブーツが喜んでるのが分かります。ありがとうございます。また戻してやります。ありがとうございます。ありがとうございます。